生きていく術を見つけることにただ必死でした。それでその選択が一番自分にとって正しい選択だと思って学ばせていただきました。ただその学びの中で表現者としての役割の素晴らしさを改めてこう感じることも、そしてまた学ばせていただくこともあって、またもう一度再び表現する側に自分自身が立ちたいという気持ちが大きくなっていったということも正直あります。